仕事の内容なんですけれども、シャシ成形プラスチック金型っていうのがあるんですけれども、その金型のですね、一部の部品を作らせていただいて、こう検索作業っていう作業なんですけど、検索作業、削って寸法に仕上げていくっていう仕事なんですけど、ミリ単位でいうと1000分の1ミリ、2ミリ、そういった寸法で仕上げる仕事になります。工場がこう古民家を改造して作ったような工場なので、工場が潰れてしまうんじゃないかなっていう恐れがあったので、すぐ外に飛び出してですね、見ていたんですが、幸い建物は大丈夫だったんですがね、その後大体40分くらい経ってから、津波が押し寄せたっていう形でした。自分もちょっと避難するのが遅れたので、ちょっと津波に流されてしまったんですけれども、無事なんとか民家の方に逃げ込んで助かったんですが、床から1メートル60センチくらいですかね、それくらいまで水が入ってしまったので、機械は使えない状態でしたね。今回こういった施設もお借りできるっていうことだったので、もう一度頑張ってやってみようかっていう思いがまた蘇ってきてですね、いろんな方から情報をいただいて、小崎が買い付けてですか、始まったっていうことなんですけれども、規模をもう少し大きくしてやりたいっていう希望はあるんですけれども、従業員も雇用してですね、技術を広くみんなに覚えていただいて、国のものづくりに、貢献していきたいっていうところは考えているんですが、こちらも小数点3桁で、削り込んでいってですね、こういうふうに削っていって、最終的な寸法に仕上げる、ご飯を切ってこちらで粗取りをして、こちらで仕上げる、そういう段階は直角精度ですね、大体プラマ1ミクロンくらいで作ってある。今回いろんな方の協力をいただいて、なんとか事業を再開することができました。そういった方々の思いを無駄にしないように、日本の、日本でのものづくりをこれからも頑張ってやっていきたいと思っています。日本のものづくりの再生に向かって頑張ります。